ポートレート動画撮影の3つのコツをご紹介します。こんにちは、シネマティック動画クリエイターの成瀬陽太です。このチャンネルではシネマティックな映像制作に関する情報を発信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。また誰でもシネマティックな動画が作れるようになるオンラインクラスも行っておりますので、興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。今回はポートレート動画の撮影でのコツ3つをご紹介していきます。ポートレート写真って言って人物をメインに撮影する写真があると思うんですが、それの動画版と思っていただければ OK です。今回はこのポートレート動画を撮影したことがない初心者の方向けに、相性のいい機材選び、そしてカメラの設定、そして撮影のポイントがあるので、それを順番にやっていきます。まず1つ目はポートレート動画撮影における機材の選び方。まずは機材選びの中のカメラの選び方について解説していきます。一眼レフやミラーレス一眼カメラが適しているんですが、軽さで言うんであればミラーレス一眼がおすすめです。ミラーレスカメラのようにレンズを交換式のカメラっていうのは、背景をぼかす撮影っていうのが可能なので、ポートレート動画では被写体をメインに引き立たせるためにこのボケ感っていうのが欠かせないんですね。なのでまずはレンズが交換できるミラーレス一眼カメラっていうものがおすすめです。あともう一つ、カメラを選ぶポイントで重要なのが、オートフォーカスが優れているものを選ぶのがベストです。ポートレート撮影の場合って被写体の方が歩いたり走ったり、アクティブな状況でも撮影をすることっていうのが結構あるので、オートフォーカスがないとピントがうまく合わなかったり、最初のうちっていうのはマニュアルでフォーカスをするっていうのはすごく難しいので、オートフォーカスが優れているカメラ、例えばソニーのミラーレス一眼のカメラっていうのはオートフォーカスが非常に優れているものが多いので、個人的にかなりおすすめです。カメラ選びの次はレンズ選びについて解説します。レンズを選ぶときは焦点距離、そして F 値、このポイントを押さえておけば OK です。ポートレート動画の場合、焦点距離は 35mm あたりを使っていくのが初心者の方にも最も使いやすい焦点距離となっています。 35mm のレンズっていうのは被写体に近づくことによってよりでも撮影できるし、被写体から離れていけばある程度の引きのショットっていうのも撮影できるので、ポートレート動画の撮影時に 35mm っていうのは非常に優秀な焦点距離のレンズとなります。35mm よりも小さい 24mm とかの焦点距離っていうのはもっと広い広角で撮影できるっていう利点はあるんですが、もちろん風景などを大きく撮りたいっていうシーンの時には重宝するんですが、ポートレート映像の時にこの 24mm を使用すると、被写体以外のその景色も全体的に情報量が多い撮影になるので、カメラを始めたての初心者の方っていうのは少し 24mm っていうのは難しく感じるかもしれません。35mm よりも大きい 50mm、 そして 85mm っていうのもポートレート撮影にはかなり向いてるんですが、数字が大きくなるにつれて手ブレっていうのがかなり目立ってくるので、この辺りの焦点距離のレンズっていうのも最初の頃っていうのはやっぱ難しく感じるので、最初は 35mm を使ってみて慣れてきた段階で広角、そして望遠のレンズを足して使っていくようにしましょう。ちなみに 24mm から 70mm などのズームレンズを使うっていうのも個人的にはかなりおすすめです。広角からある程度の望遠の距離までは全てその1本でカバーできてしまうので、自分好みの焦点距離っていうのを撮影しながら探すっていうことができます。ただズームレンズっていうのはその24から70など、例えばそこの範囲での選択肢っていうのがたくさんあるので、逆に混乱してしまうなっていう方には、さっき言った通り 35mm からまず始められることをお勧めします。そしてレンズの F 値について、 F 値とはレンズに記載されている数値のことで、数字が小さい方が光の取り込む量っていうのが増えて明るく撮れて、なおかつ背景をぼかすっていうことが可能になります。今回のようなポートレート撮影の時っていうのは F1.8 など F2.8 以下のレンズを選ぶようにしましょう。そのくらい数値の小さいレンズであれば、被写体を撮影した時に綺麗に背景のみをぼかすことが可能になるので、レンズを選ぶ時っていうのは F 値は 2.8 以下のレンズを選ぶようにしましょう。まずは機材の選び方について解説しました。続いてはカメラの設定について解説していきます。カメラ設定のまず一つ目は撮影時の FPS の設定です。別の動画で FPS については詳しく説明しているので今回は割愛するんですが、ポートレート動画っていうのはスローモーションが欠かせないんですね。シネマティックな表現をするのに動画を書き出す時っていうのは 24fps で書き出しをするんですが、撮影時の時も 24fps で撮影をしてしまうと編集時にスローモーションにできなくなってしまうんですね。なのでポートレート動画の撮影の際っていうのは全部の撮影時の fps っていうのを60もしくは120で撮影するようにしましょう。次に3つ目は撮影時のポイントについて。
ポートレート動画を撮影する際はポイントが2つあります。1つ目が角度、そして2つ目が B ロールです。それでは順番に解説をしていきます。まずは1つ目の角度、これはメインの被写体を撮影する時の方向のことを言います。例えば被写体の方が歩いている時に様々な角度から撮影する方法があります。この前からの撮影っていうのは個人的にかなりおすすめなんですが、これだけでかなりシネマティック感を出すことができます。この前からの撮影っていうのも腰上からのパターン、全体を映すパターン、足元の歩いてるところにフォーカスをさせて撮影するパターン、次に後ろからの撮影でも前からと同様に腰上のパターン、そして全体のパターン、足元のパターン、そして今度は横からのパターン、さらには斜めからのパターンのように様々な角度から撮影をすることがおすすめです。初心者の方で最もやりがちなのが後ろからのショットだけをよく撮ってしまうっていうのがあるんですけど、撮影する角度に偏りがあると編集するとき、そのつなげるときになんか同じようなシーンばっかりだなと感じてしまうので、この角度を意識していろんな方向からその被写体の方を撮影するように意識してみましょう。撮影時のポイントの2つ目は B ロールです。 B ロールっていうのはメインの映像ではなくて、映像と映像のつなぎをシームレスにしてくれるような役割があります。今回のようなポートレート動画においての B ロールっていうのは、その場所の雰囲気を持っているものと思っていただければ OK です。例えば自然の中での撮影であれば、そこの景色だったり、そこに生えている草とか木とかもそうですね。どこの場所にいるかっていうのをイメージさせるような小物なんかも全然 OK です。何かそういった環境を表してくれるものを被写体の方に触ってもらったりして、そこをよりで抑えるっていうのもかなりおすすめです。こういったシーンを入れ込むことによって、ポートレート動画の中にも人物だけじゃなくてそこに関連する要素のものが入るので、飽きることなく自然にシネマティック感が増すので、撮影地に行った時はそういったアイテムがないか探して撮影するようにしましょう。はい、いかがでしたでしょうか。それでは今回の動画で解説したことをまとめてみます。まずカメラはオートフォーカスが早いもの、レンズの F 値は 2.8 以下で焦点距離は 35mm、撮影時の FPS っていうのはスローモーションにするので60もしくは120、そして被写体を撮影するときっていうのはいろいろな角度から撮影をする、そして撮影時のポイントの最後として B ロールを撮る、機材選びに関してはこの2つのポイント、そして撮影時に関してはこの3つのポイントを押さえることでポートレート動画がより良くなるので、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルではシネマティックな映像制作に役立つ情報を発信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。